りあえず液晶については、このような感じです。まあ、どちらも今何ワット使ってるか分かる。次はですね、充電をする。はい、皆さんこんにちは、カイチャンネルののぞみです。今日はどどんイーノーさんとオーキテルさんから商品提供いただきましたポータブル電源についてご紹介させていただきます。どちらも、スペックと値段がスワオキの G500、 皆さんが一番もしかして買われているのかなっていうポータブル電源と、似ていたので、それぞれ少し比較をしていきながら開封をしていきたいと思います。ポータブル電源はこうやっぱりキャンプとか車中泊にはなくてはならないものなので、皆さんいろんな商品見たいかなと思います。少しでも参考にしていただければと思います。それではどうぞ。それでは開封していきます。はい、整いました。箱の中に入っていたものを全て出しました。まずはこちらオーキテルさんから見ていきます。でこのオーキテルさんちょっと調べてみたんですが、海外のスマートフォンの端末などをよく作られている会社だそうです。この専用のケースはこちらの、付属品などが入っていたケースになります。説明書、電源、これがシガーソケット、ソーラーパネル、こちらがイーノーさん。なかなか読み方が難しくて探しました。イーノーさんです。でこちらも、電源でしょ。これタイプ C です。いいね。こちらがシガーソケット、そしてこちらがソーラーパネル。今開けた時点で感じたことなんですけれども、まずオーキテルさん、この付属品に専用のケースが付いてるのすごく素晴らしいと思います。やっぱりこうアウトドアとか車中泊で持っていかれる方が多いので、こういう風にまとまってて持っていきやすいと安心です。そしてこちらのイーノーさん、標準でタイプ C が付いている、これは嬉しいです。タイプ C はなかなか入ってないやつもありますからね、嬉しいですね。外観のご紹介をしたところで、重さについて説明していきます。オーキテルさんが 7.5kg、 イーノーさんが 6.4kg、 スペックがやっぱりこう同じくらいなのでサイズ感が同じですね。好みにもよると思うんです。イーノーさんは AC が前面にはなくてこちらの後ろについてます。でオーキテルさんは、基本的に全てここに収まっています。私はオーキテルさんのタイプの方が好きなんです。全部こっちに収まっての方が、分かりやすいかなって私は思います。でもこれは好みにもよるかなとも思うんですけれどもね。こうなんかこうくるくるどっちだどっちだってやるのが、それぞれの電源がイーノーさんはここに全部まとまってある形ですね。オーキテルさんは、全てが独立したところにスイッチがついてます。そういう面では、全部の液晶の隣に私はボタンがある方が管理しやすいかなって思います。では説明書と保証についてお伝えしていきます。まずはこちらオーキテルさん、説明書はこちらになります。日本語はあります。多国籍な説明書で、その中に日本語があります。日本語はギリギリかな惜しい、違う、すがない入らなかった、すが入らなかったのかな。で、保証は1年です。これすっごい大事ですね。そしてイーノーさん、じゃじゃん、すべて日本語の説明書です。保証なんですけれども、通常保証1年なんですけれども、イーノーさんの会員になれば
2年に延長保証されるそうです。またレビューをしてもらうとやはり1年から2年に延長されるそうです。レビューは無料でしょうから実質2年だと思っていいと思います。それぞれの配線の長さについて、お伝えしていきます。なぜ長さについてこだわりを持っているかというと、私は車中泊で使いたいと思っています。なので例えばシガーソケットの長さが極端に短いとかだと、シガーソケットに挿して後ろで充電ができなかったりだとか、あとは、ソーラーパネルまでの配線の長さが極端に短かったりすると屋根で充電をしたりとかできなかったりするので、その辺を大事にしていきたいと思います。では AC から測っていきます。測るというか AC はほとんど長さどちらも同じです。続いてシガーソケットの長さを比べてみます。10センチくらい長さの差が出ました。オーキテルさんのシガーソケットの方が10センチくらい長いです。ソーラーパネルのケーブルを30センチくらい違うんじゃないかな、これ長さもっとかも、50センチくらい違うかな。イーノンさんのソーラーパネルのケーブルの方がだいぶ長いです。こんだけ長いからね、これはいいですね。それでは容量についてお伝えしていきます。まずはこちらオーキテルさんの方です。192000mAh の 614.4Wh、 定格が500、そして最大瞬間が1000です。でこちらイーノンさん135000mAh の 500Wh、定格が300の最大瞬間が600です。容量は差が結構出ちゃいましたね。オーキテルさんの方が大容量ですと、ただその分1キロほどこちらの方が重いです。用途に合わせてお使いいただければいいと思います。あまり動かさない人、持ち運ばない人は、重くても大きな容量のものを選べばいいと思うし、いろんなところに持って行ったりとか、そしてあまり容量が必要でない方もいらっしゃると思うので、そういった方はイーノさんの方を持って行ったりだとか、ご自身の用途に合わせればいいと思います。液晶と接続部分について比較していきましょう。パッと見る限り気になるのはタイプ C ですかね。こちらタイプ C が 45W に対して、こちら 60W まで使えます。オーキテルさんの方は急速充電が2つついてます。イーノーさんの方は一応急速充電はありません。急速は欲しい、携帯めっちゃ使うので私急速欲しい。それでは電源つけていきましょう。液晶なんかも見ていきたいと思います。いくよ。長押し、98% 残ってるよっていうのと、おー、なるほど、細かな単位は出ないけれども 20% ごとの段階で出ていく形ですね。どちらもですね、後ろによいしょライトがついていますので、それを比較していきます。じゃあまずオーキテルさんの方から、LED、スポッ、あっちに照らした方が分かるんじゃないかな、これ1段階目、これ2段階目、そしてこれが3段階目。ふんわりする感じね。ふんわり全体的に明るくする感じ。そしてイーノさん行きましょう。2段階ですね。明るいところから始まります。これが一番明るいモード。2番目、明るく全体的に照らしたい場合もあれば、遠くを明るく照らしたい場合もあると思うので、ではそれぞれつないでいきましょう。スイッチ、さあどうでしょうか。さあ
扱ってるワットが分かると。はい、とりあえず液晶については、このような感じです。まあ、どちらも今何ワット使ってるか分かる。次はですね、あの充電をしてる時の音について見ていきたいと思います。では大きテレの方を充電させます。充電されている。今 90W で充電されてます。しばらく待ってみてファンの音がするか検証していきますね。何分か充電してるんですけれども音は鳴らなそうです。静かだね。それでは飯野さんの方も挿していきます。こちらは今 84W で充電されています。結構音はしますね。では最後にオーバーロードさせていきます。ドライヤーのモードをだんだん強くしてみる。段階を上げます。ターボモードにします。オーバーロードしました。オーバーロードさせてしまった場合は AC ボタンを2回押せば使えるようになります。じゃあ次はイーノさんへ。ではいきます。まずはクール、ホット、ファンが回り始めました。ターボ、オーバーロードさせました。こちらもオーバーロードさせた場合は AC ボタンを2回押せば使えるようになります。はい、いかがでしたでしょうか。それぞれのスペック表をこちらにまとめておきました。総合的なことなんですけれども、まあ、スペックで言うとオーキテルさんの方が勝ってる部分が多いのかもしれません。ただこういうのってスペックが全てではないと思うんですよ。皆さんの使用用途に合うかどうかが全てだと思っています。皆さんそれぞれご自身の用途に合わせて最適なものが出会えるように私は祈っています。これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。また私が運営しているホームページ、Twitter、Instagram 等もありますので、チェックしてみてくださいね。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。